さあ始まりましたワンキャリー企業ラボ。この番組は様々な企業を徹底的に分析し、その魅力に迫っていく、そんな番組となっています。今回の企業はダルトンさんです。研究設備機器を取り扱っている会社さんということで、理系出身社員さんが活躍しているのかなというイメージがあるんですけれども、実際のところはどうなんでしょうか。聞いてみたいと思います。では改めまして、今回のゲストをご紹介いたします。ダルトンさんです。本日はよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、今回平山さんにお越しいただきました。平山さん、今何年目でいらっしゃるんですか。まあ、11年目になりますか。じゃあだいぶ仕事も慣れて、楽しく働かれてますか。はい、そうですね、はい、営業を経験して、まあ、人事に来ているというところもありますので、はい、じゃあそういった営業経験もお話を聞けたらいいなと思うんですが、はい、一方で休みの日はどんな風に過ごされてますか。そうですね、はい、子供がいるの で、 で、ね、はい、子供と習い事を一緒に行ったりですとか、はい、っていうような過ごし方をしています。おいくつのお子さんがいらっしゃるんですか。7歳になりました。はい、そうなんですね。じゃあ子育てとお仕事を両立されて、はい、いるんですね。はい、もうかっこいい。まあ、そういった働き方についても今日は聞いてみたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、さてここからはさらにいろいろと深掘って聞いていきましょう。今回のトークテーマを見てみます。こちらです。はい、1から5までずらりと並んでいますね。では早速1つ目の質問聞いてみましょうか。こちらです。はい、御社があることで誰をどんな風に幸せにできるのかお聞きしたいです。ダルトンの製品は人々にどう貢献しているの、という質問です。はい、平山さん、こちらどんな風に感じていらっしゃいますか。はい、そうですね、まあ、先ほどお話しした、まあ、事業のところで、まあ、3つ大きくありっていうことをお伝えしたんですけれども、まあ、いずれの事業も、まあ、有形商材で、はい、ユーザーの方にお使いいただいているものにはなるんですが、まあ、実際は、皆さん学生さんからすると知らないよっていうものが多いと思ってます。はい、でただですね、我々の身近な製品を作るために使われる産業機械でしたり、はい、まあ、それがないと製品が世の中に生まれてこないというところの、うん、まあ、現場で使われるようなものになりますので、うん、まあ、そういった製品があるから世の中にも物が出てくるっていうようなところで、うん、我々間接的にではあるんですけども、はい、まあ、貢献しているかなというふうに思います。うん、そうですね、そういった意味ではこう遠い価値の提供者でいうと、私たち生活者がその価値を享受しているというか、そうですね、おかげでそういった生活ができたりとか、はい、物を得られたり、物を作れたりっていうことがあるわけですよね。はいはい、直接的にこう関わっているお客様っていうのはどういった方がいらっしゃるんですか。そうですね、はい、お客様としましてはもちろん、食品の、はいはい、食品業界でしたり、うん、まあ、医薬品、はい、あとは、そうですね、化学系のお客様でしたりしますので、うん、はい、本当に世の中の市場にある産業の、うん、ところで我々関わりがない業界ないんじゃないかなというぐらい、はい、広く関わりは持たせていただいているかなと、はい、思いますね。そう考えるとすごく幅広いですね。はいはい、関わっていらっしゃるお客様の事業っていうのが、はい、なるほど。さらにこうこれから特に力を入れていきたいことっていうのは何かございますか。そうですね、まあ、3つある事業の中でも CS 機器事業という事業に関しては、はい、バイオ系のところで、まあ、使っていただける製品っていうところがあります。でやはりバイオ医薬品なんかというところは市場が今拡大していくかなっていうところが見込まれているので、はい、まあ、どの事業部もすごくいろいろ特徴があって魅力的ではあるんですけれども、まあ、会社としてはその CS 機器事業の部分のところのお客様にはより貢献幅を広げていきたいなという、はい、ところがありますね。もちろん、CS 機器の製品だけではなく、はい、実際医薬の部分というのは、
まあ、施設機器事業の、まあ、ラボの、製品でですね、実験をしていただいたりですとか、分体機械事業のところで、はい、こ医薬品って粉じゃないですか、はい、粉からこう粒の打状のものがあったりですとか、はい、まあ、カプセルの中に粒が入っていたり、はい、まあ、それも我々の製品を使って作っていただいているというところがありますので、はい、まあ、どの事業部でもやはり貢献していけるのかなというふうに、はい、思ってます。本当に私たちの生活の身近なところに実は使われて、はい、そうですね、いるんですね、はい、またそういったまあ幅広いお客様がいらっしゃるわけですけれども、そういった幅広い展開ができているっていうのはなぜだと感じていますか？うん、そうですね、はい、まあ、まず、歴史が長いというところで、まあ、特に、施設機器事業の方は、まあ、ラボ作りのパイオニアというふうに私たち、うん、キーワードとして掲げさせていただいているんですけれども、はい、やはり1939年からの歴史の中でお客様からこう得てきた信頼ですとか、うん、まあ、ダルトンさんならやってくれるよねみたいなところがありますので、はい、まあ、そこからこう徐々にお客様からお声掛けしていただいて、はい、まあ、実績をこう積んできたっていうところが、はい、あるかなと思います。そういったお客様との信頼関係っていうのは、実際に働かれている平山さんたちも意識をされていたりするんでしょうか？そうですね、はい、私が、まあ、実際に営業だった時っていうところでも、やはりこう我々の先輩だった方がの名前を聞いたりですとか、誰々さん、そういえば昔こんなことがあってね、みたいなお話を、はい、まあ、聞くこともありましたし、この案件はこうだったんだよみたいな話を、まあ、脈々とこう継がれてきたものっていうのがあるんだなというのは、入社したからすごい、はい、してからですね、感じたことはありましたね。ですか、はいはい、またそういった幅広く私たちの生活に関わっているとい こう社会貢献性みたいな感じることっていうのもございますか？そうですね、はい、はい、まあ、私が営業していた頃というのは、まあ、小学校、中学校、高校をこうちょっと対象にして、まあ、製品を納めさせていただいている、はい、まあ、部門だったんですけれども、やはり人事に移動してきて、はい、まあ、分体機械事業ですとか、まあ、CS 機器事業と他の事業部のことも知るようになってから、例えば分体機械事業の、社員からは、その産業機械を使ってメーカーさんが作られたものが、こう例えばコンビニで並んでるですとか、はい、ドラッグストアで並んでるのを見かけるとか、そういったところで、まあ、ダルトンという会社と、うん、まあ、社会とのつながりというのは、はい、すごく幅が広いんだなというのは、うん、はい、知ったところではあります。ありがとうございます、はい、では2つ目の質問聞いてみましょう。こちらです。平山さんは営業のご経験がおありということですけれども、施設機器事業の営業をする面白さとは、ここも聞いてみたいです。ちょっと具体的にどんな業務をされていたのか、まずは教えていただけますか？はい、施設機器事業の、まあ、営業の時代は、まあ、ダルトンという会社自体でいきますと